今御殿場市観光十二線っていう富士山御岱内聖公園に来てます。ここでちょっと洞窟探検みたいなことができるらしいんだけど、ちょっとね行ってみたいと思います。ユーチュークラフト、はい、いいですか。はい、はい、で、あの入り口必ず中腰で入ってください、はい、で石の階段があるんですが、これ自然な溶岩ですので、はい、あの手を添えていただいて下に降りる形です、はい、でこの丸のついてるところ帰りですね、はい、これがカエルのようにして這います、はい、でここはそんなんでもないんですが、ここのところこれがですね、はい、3段ぐらい石を登っていただいて、はい、それからくぐりますので、はい、もし手の力がない、あの前方を見ていただいて手の力がないなと思ったら、はい、あの方向転換していただいて、はい、足から逆子で出てくるような形になります。はい、大丈夫ですかね。そして、はい、あのお洋服は皆さんあのおズボンの中にインしていただいて履いますので汚れてしまいます。はい、はい、でお兄ちゃんはあの紐が出てるので紐をあのおズボンの中に入れてくださいね。このオレンジの、そう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 、おズボンの中に入れておいてください。紐がもともとついてるやつだ。うん、はい、以上です。大丈夫ですか。あ、はい、わかりました。ありがとう、はい、入り口はそこの神社のとこだね。神社のところ、今いる現在地ってところから行って、神社のとこまで行ったらそのお体内っていう洞窟があるらしいよ。他にもあるらしいよ、うん、野鳥の森散策とか聖公園周遊コース、インドの溶岩水道観光コースだって。この穴は何、それなんだろう、入れないか、うん、今ね立ち入りが禁止のエリアも結構あるみたいだよ。これを立ち入り禁止、うん、じゃあ行ってみようか。これもそこは立ち入りをできるかわかんないね。行ってみよう。そこもわかんない、入れ、今ねちょっと立ち入り禁止になってるみたいなんだけど、バーベキュー場とかキャンプ場とかもうここはあるみたいです。で結構ねこうやはり富士山の爆発した時の溶岩がすごい多いですね、園内。山荘もあるんだ、このかな、あのこういったですね宿泊できるんでしょうか、山荘もありますね。まあ山荘、まあ入り口はすごい溶岩すごいですね。まあここもちょっと通り過ぎて先に進みたいと思います。インドの溶岩隧道胎内神社ってとこまで 280m ですね。あと、はい、あとこれまっすぐでいいのかな。結構ね今立ち入り禁止の区域が多いみたいなんですけど、こういったところにね溶岩の岩があって、なんか名前がついてる、母の岩、恵み岩、父の岩っていうような、なんか締め縄張ったで祀られてますね。なんかツツジがね結構多くて、今の時期に花咲いてますね。10月も終わりなんですけど、ツツジが多くてなんか特別なツツジなんでしょうか。池、母の池、父の池というのがあります。でも立ち入り禁止されてるね。うん、あ、ここになんか聖公園のツツジということで、結構ツツジが多いんだねここは。でも今の時期に咲いてるツツジなんてあるのかな。5月って書いてある、うん、5月って書いてある。10月に咲いてましたけど、どういうことなんでしょうか。今総合案内からずっと歩いてきて現在地まで来たんで、もうすぐ
胎内神社というところでお胎内ありますね。もう少しで。天然記念物溶岩隧道ですかねっていう看板も出てきました。ちょっとね、今こう向こうのこっから先のエリアに立ち入りができないようですね。整備しててということです。あの奥の方になんか隧道の何だろう、洞窟みたいのもあるんだ、見えるんだけど、お足りない洞窟は、うん、あ、鳥居があったんで、もう神社になるのかな。着いたね、やっと。これからお足りない動物体験の始まりじゃ。どこが入り口なんだろうね。あれが入り口？あそこは出口って書いてあるな。あ、入り口と出口はここだ。入り口と出口はここですね。左が入り口、右が出口になってます。旅に行ってから見えないから嫉妬してない。うん、じゃあ行くよ。やあ、じゃあ行ってきまーす。旅。天井が低いので頭上に注意してください。狭い岩の階段し、あ、一応電気がついてんだね。え、よいしょ。あ、痛い。頭打つなよ。結構。結構ね。一応ついてるんかい。うん、一応電気ついてんだけど、そこまでかな、きっと。あ。うわ、狭いな。僕はまだ子供だけど。低いところに。へばりついていくの？うん、狭いからね。ドラム強度はそこまでじゃないから、多分あんまり汚れない。ここにまで電気があるのか。僕はここまでは一応電気、ここまでしかないね、うん、もうね、周りがこんな感じ。すごいね、この溶岩がこう垂れ下がってるな。あと、まだ一応先にあるみたい。まだまだ先があるよ。まだ先に表現あるらしい。うん、なんかあるよ。これね、ヘルメットがないと、ほんとね、危ないですね。おっと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 。最後、へばりついていかなきゃらしい、いけないらしいよ。うわ。すごいな。なんか後ろからも人が来てますけど。こんにちは。一応ね、明かりはあるんだな。明かり？うん、明かりはあるんだけど。最後気をつけてよ、へばりつかなきゃいけないから。池があるらしいよ、うん。春大丈夫か？一応子供だから、ちょっとだけ大丈夫。ね、
か逆に光源が多くなってる。うん、足元にすごい気をつけて、お降りるときに岩石に捕まっていくよ。おっと頭、ヘルメットねえとこれ危ねえぞ。ヘルメットつけてきた方がいい。最後へばりついていかなきゃいけないから気をつけて。今ね入り口を降りてきたんだけど、入り口が結構こう険しかったですね。で精進池という小さな池があって、それでここが本殿になってます。神社の本殿になってますね。ちょっとここで一休みして、この先またねこうかなり狭くなってるんで、この先ちょっとまた動画撮れるか分かるくないんですけど、行ってみとたいと思います。行っていい？いいよ、ゆっくりな。ねえ、ここから先めっちゃ狭いよ。わかった。お父さん、この先めちゃくちゃ狭いよ。どうしようか。どういうわけか、なかなかね携帯のビデオが撮れなかったりするんであれなんですけど、神域だからでしょうか、奥殿というところまで来ました。でこの先がこうすごい狭くなってんで、ちょっと這いつくばってね行くしかこれないんじゃねえのかなっていう感じです。これ持ってって、置いといて。ちょっとね泥だらけになっちゃうかもしれないんだけど、子供がこんな感じですから、もう僕なんか腹ばいになって進むしかこれないのかなって感じですね。今御三石というとこまで来たんですけど、わかりますか、これこう、もうね順路って書いてあるけど、こうすごいね登ってます。狭い、ちょっとここ行けるかな。よいしょ、ま、出口がねもっと狭いらしくて、なんかライオン出てきそう。ライオン、すごい狭いんだけど。ゴリラ出てきそう。すごいよ。行くよ、さて。いや、行ってもいいよ。じゃあちょっと立てるとこまで登ってみましょうか。向こうだって行くって言われたよ。出口だから行けない。ちょっと何かな。砂利は結構少ないから。そうで、出口もあるじゃん、まだ。母の肋骨、安産院は母の肋骨ってとこで、こんなね、これなぜ60センチぐらいのスペースをこう通らなきゃいけない。で結構濡れてますね。竹植えてるよ。いいよ。でここを通って、
大体出れるみたいなんで、ちょっとここ行ってみたいと思いますけど、今ここ通ったんだけど、最後にね、こう腹ばいになってきたんだけど、ここがね、この段差を腹ばいで越えられないので、足から行けって言ってた意味が分かりました。もうね、膝とか泥だらけで、ここ産口ってところを、産口って言うんですかね、ここを越えるともう外の光が見えてますね。これで多分出口だと思います。なんとか行けた。うん、もう一周したい。したくない。やりたい。一人で行ってくるか。やだ、なんでよ、お父さんがいないと危険じゃん。危ないね、これね。だからお父さん一緒に行ってよ。もうお父さんは勘弁してくれ。そこに手を洗う場所あるから。お母さんどこだろう。お母さん待って、待ちくだべれちゃったかな。そんなに長くないんですけど、100円持ってる？100円持ってる。100円後でちょっと待って、おみくじ買うの？おみくじ、うん、お母さん、お父さん持ってないな。お母さん、お母さん、まあこの見てと、見ての通りです。富士山の赤塚噴火によって流れ出た因の丸尾溶岩流によって作られたと。で、内部の構造は溶岩流により倒された樹木によってできた大賀樹形が複数重なる複合溶岩樹形と、空洞のまま冷えて固まった溶岩トンネルが組み合わさってできたものということですね。結構ね、このちょっとね、暗くてね、分かりにくいんだけど、こういうザラザラで、まあ結構厳しかったですね。まあ、これが、インノの溶岩隧道、おたいないですね。周りはね、結構あの苔むした岩石で、まああの雰囲気のある神社ではあります。もうね、わかります？泥だらけですよ。泥だらけで、結構ね、このヘルメットをかぶってないと、ガツンガツンこう低いもんで、思わぬところで頭ぶつけるんで、非常に危険ですね。僕はズボン汚れてないよ。うん、ここね、手と足だけで行ったから。で、ヘルメットがないとね、もうヘルメット必須です。あの総合受付で懐中電灯とヘルメットを貸してくれるらしいんで、それは絶対借りた方がいいと思いますね。いや、以上がですね、おたいないの、レポートでした。はい、もう一回行きたいとか言ってるけど、もう私はごめんですんで。はい、ということで、富士山おたいない聖公園をレポートしましたけど、今ね、ちょっと、立ち入り禁止のエリアが多かったです。ただ今日潜ったね、おたいないの溶岩洞窟以外にもキャンプができたり、他にもなんか洞窟があるみたいなので、ぜひ御殿場を訪れた際には寄ってみてもいいかもしれませんけど、ヘルメットと懐中電灯、あとですね、カッパみたいなもので、ちょっと服が汚れないようにするのは必須かなっていう感じです。もし洞窟に潜るならなんですけど、もうこんなになっちゃってますんで、手とかももう泥だらけです。まあもしよろしかったら御殿場にお立ち寄りの際は来てみてください。以上です。